7月19日火曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今朝家を出ますとパラパラ雨が降っていて、どんよりとした曇り空という感じ、はい、今日のお天気曇り一時雨ということで、まあちょっとね、傘が手放せないよなという感じの天気であります。レーダーを見ますと、特に関東南部、伊豆半島から三浦半島、房総半島に向けてというところでね、西から東に雨雲がこう移ってくるという感じで雨が降ってますね、はい、ですので、この後雨の範囲広がってくる見込みですので、出かけの際雨が降っていなくても傘を持ちになった方が良さそうですね。現在有楽町日本放送屋上の温度計27度を指していますが、まあ、蒸し暑いお天気ということで、気象の関係と、そして熱中症にも注意しながらという一日になりそうであります。そしてこの番組ラジコの、ね、エリアフリーだとかで、まあ、日本各地で聞いてくださっている方もいらっしゃいます。またポッドキャストや YouTube で、ね、聞いてくれている方もいらっしゃいますが、うちの方は雨ですよっていうのをですね、中国地方だとか、あるいは九州のあたりからね、聞いてらっしゃる方はツイッターでもすでに報告してくれています。気象庁は昨夜から今日未明にかけて、山口県と福岡県、佐賀県、大分県で線状降水帯が確認されたとして顕著な大雨情報を発表しました。九州北部から山口県では命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっているとして、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。九州北部では今日午前中にかけて、九州南部では今日日中にかけて、引き続き線状降水帯が発生する可能性があるとしております。気象庁は今日午前3時47分、大分県に記録的短時間大雨情報を出しました。大分県の玖珠町付近で1時間に120ミリ、日田市日田付近で1時間に110ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。また今日午前2時3分、山口県の山陽小野田市では朝川の増水に伴ってレベル5の緊急安全確保が発令されました。現在は解除されております。また他の河川でもですね、氾濫警戒情報が出ているところなどなどというところが多くなっております。で、大雨の影響で、昨日の夜10時過ぎ、山陽新幹線は朝駅と新下関駅の間で一時運転を見合わせ、上り下り合わせて11本に最大で1時間14分の遅れが出て、1600人が影響を受けました。気象庁によりますと、西日本から東日本では明日にかけて雷を伴って猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがある見通しです。明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで、九州北部南部で250ミリ、四国近畿で200ミリ、東海で180ミリ、関東甲信で150ミリ、中国地方と北陸で100ミリとなっております。各地で土砂災害警戒情報がすでに出されているところなどもあります。自治体からの、ね、情報などを確認しながら、とにかく早めの避難をというところであります。昨日も防災関係の閣僚会議なども行われて、二之湯防災担当大臣が早めの避難をというふうに呼びかけておりましたけれども、まあ、本当早め早めにやらなければならないと、まあ、一気にざーっとこう降ってくると、で増水した後の避難というもの、あるいは夜間の避難というものは非常に危険だというところであります。まあ、だいぶ明けてまいりました、明るくなってきましたということで、家の周り様々被害の状況というのが、ね、確認できる、目で見てわかるというようなことになってきましたけれども、これ、様子を見に行ってというところでですね、また、巻き込まれるということもありますので、まあ、増水をしていて、あるいはマンホールが流されてしまっていて、足場があると思ったらソーンと落ちるというようなこともありますので、くれぐれもお安全第一で行動いただければと思います。また情報は入り次第お伝えしてまいります。まあ、ちょっとね、こんな感じの異常気象が毎年のようにということになってますんで、ぜひお気をつけいただければと思います。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、3連休が明けてというところでね、連休明けですんで、まあ、紙面特に一面はバラバラという感じであります。特集記事でね一面作ってくるところも多くて、朝日新聞は日中半世紀未完の正常化という、1972年にね、日中国交正常化が行われました。時の総理は田中角栄氏でありましたが、そこから今年で50年を迎えるということで、その特集記事です。訪中2日目、角栄の直感、台湾問題、言葉による合意というね、記事が書かれております。まあご存命の方もねまだいらっしゃいますんで、その方々の証言などもこう含めながらという感じで書いておりますけれども、この言葉による合意あるいは二弁でね交渉難航、文学的表現でいこうというようなことも書かれておりますが、やっぱり台湾問題についてっていうところがこの当時も非常にこう問題になったわけですが、そこのまあ一つの中国原則を日本が認めた、あるいはアメリカが認めているというようなことが、まあ報道でもされることがありますけれども、日本があくまで認めているのはその一つの中国だという原則について理解し尊重すると、あ、君たちはそういうのねと、あ、そういうことなのねと、で我々は別にそれに賛同しているということも言わないし何も言っていないということが、まさしくこの文学的表現でいこうというところで、実はこれに関してはアメリカだって、君たちがそう言ってるってことは理解してるよという形であって、その中国の言う一つの中国原則というものに対して、賛同をしているわけでは全くないという、まあこれが結局そのまんま今に至っているというところでありますが、まあその辺の話が詳しく書かれております。まあそれよりもこう国交正常化の方を、取りたいという実を取りたいというところがあり、そしてそこには当時の経済界のこう後押しというものも非常にあったんだというのが記事に書いてあって、ああなるほどとこういう感じではあります。まあ当時ニクソンショックと言われる、円ドルレートの交換の変更及び金高の一時停止という、まあドルショックと呼ばれるものがあって、それからキッシンジャーの電撃訪問と電撃中国訪問というものがあって、二つのニクソンショックに見舞われる中で、まあアメリカへの輸出一辺倒では立ち行かたくなるぞというこの日本の産業界がとにかく人口の多い中国を押すというような側面もあったというような話が詳しく書かれております。それから特集記事で言いますと、毎日新聞は地域移行モデルトンザというですね、学校の部活に関すること、まあ、学校の先生たちが授業だけでなくって、そして、まあ、生徒指導だけでなくって、部活も、見るというようなことで、まあ、負担がものすごく過重になってくるということもあるんで、まあ、部活動に対してですね、まあ、これを、まあ、地域全体で、見ていくというようなことに、できないかと。で、特に、この、まあ、大塚沿岸の紋別市というところの例をね、詳しく挙げてますけれども、まあ、ここでですね、23年度から休日の部活の指導を地域の人たちに任せていく地域移行モデルを探るというようなことをやろうとしたんだけれども、議会が反対をしたというところで、まあ、拙速に進めようとしてるじゃないかというふうにこう反発があったと、この部活というものは学校のものなんだからというようなことがあったんですが、その学校がすでに悲鳴を上げているぞというようなところもですね、あるわけで、まあその辺の現場の声というのがどこまで上がっているのかと、まあ確かに書類もいっぱい出さなきゃなんないし、生徒指導も複雑になってきてるしと、非常にいい学校の先生たちにですね負担がいっていると、でその上このコロナだというところでね、リモート授業との並行等々というのは、まあ相当これ負担が来てるというような話も、聞くわけで、まあその辺をね、どうまあ技術も使いながら、改革ができるのかっていうのは、あるんじゃないかというふうには思うんですけれどもね。それから読売一面は国産クラウド安全強化秋にも、官民で研究開発着手ということで、政府クラウドというですね、行政データをオンラインで共有して保管するものについて秋にも、情報漏洩やウイルス感染対策の強化に向けた研究開発に着手をするということで、まあこのところこの産業政策に関するですね、秋からどんなもの
ものが動くのかっていうのは読売がかなり先行して書いているというところです。それから昨日行われた日韓外相会談について、これは後ほど今日のコメンテーター有本香里さんとも取り上げますが、これについて産経新聞は、徴用工早期解決で一致、日韓外相パク氏現金化回避へ努力というふうに書いております。というところで一面をざっとご紹介してまいりましたが、まあ、気になる記事で、気になる記事というか、まあ、今、ね、お天気非常に気になるところなんですが、滋賀のマー君さん、滋賀草津市からいただきました。ラジコエリアフリーで聞いてます。滋賀住んでますが、今朝方3時ぐらいから雨が降り出して5時ごろには豪雨になりました。今も雨が降り続いていますと、いうことになっています。まあ、九州から中国地方がかなり影響を受けているということで、リツイートを、ね、出してくれているリスナーの方もいらっしゃいますが、高速道路で九州のあたりでは止まっているところがあるだとか、あるいは、新幹線も一部区間、新山口と新下関の間で徐行運転を行うということで10分から15分の遅れが見込まれるということを JR 西日本すでに書いております。で、まあ、日本はこうして、ね、ゲリラ豪雨でというところなんですが、一方で今、ヨーロッパは熱波が来ているということで、各地ね、国際面などでちょっと触れてますけれども、スペインのあたりで30カ所以上山火事が起こっているなんていうね、話が出ていて、山火事が高速鉄道のその線路ギリギリのところで、起こって、で、そこで列車が止まってしまったみたいなこともね、起こったりもしております。まあ、こういうところにも考えを及ぼさなきゃいけない時期になってきたのかと、いう感じもありますが、天気の情報、気象の情報ね、また入り次第お伝えしてまいります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、まずこの時間取り上げるニュースは、東京都の新型コロナウイルスの新規陽性者が12,696人、7日連続1万人超えというニュースであります。まあ、PCR 陽性者の数で、報告があったものが1万人を超えてきたと、まあ、これが1週間続いているということのようですけれどもね。はい、これは、はい、ちょっとこんな言い方したら申し訳ないんですけど、ニュースにする必要がもはやあるんでしょうかね。なんか今リスナーの方に見えないけど、はい、飯田さんが大きくうなずいてましたけど。いやいやいや、これね、もう習い性のようにね、各メディアで夕方に数字が出ると速報がっていうのが、ね、はいはい、ずっと続いておりますけれども、まあ、中身内訳を見ていきますと、重症者数42名ということであります、はい、うん、そうですね。だからほとんど重症化しないわけですよね、はい、それで、まあ、この先週末もですね、連休だったこともあって、イベントなんかも普通に行われていてね、はい、まあ、ただ日本の場合は皆さん用心してマスクとかそういうのはしてらっしゃるけれども、はい、で、感染するっていうのは、まあ、それは当然といえば当然なんですけれどもね、うん、普通の他の風邪のウイルスもインフルエンザも、はい、みんな無症状で感染はしてるかもしれないってわけでしょ。ところがこの新型コロナだけは、その PCR をまあ無料で受けられたりしてね、陽性だと言われると、はい、大騒ぎっていうことになるわけですね。それからもう一つは、病床の逼迫っていうことが言われていて、はい、確かにそのまとめられてるデータを見るとね、もう大変なことになってるように見えるんだけれども、これもね、今現在その感染症の二類相当という縛りがあるから、はい、で、しかもこれ、まあ、補助金というかですね、お金が出る仕組みにもなってますよね。うん、だから結局、まあ、あまり本来だったら必要があるのかどうかという人まで入院させちゃってるわけでしょう。それで病床がむしろパンパンになってると。うん、この仕組みをそろそろ考え直すべきじゃないかなと思いますよね。うん、だから、もう世界各国みんな終わってるわけですから、はい、まあ、日本もそれに合わせる、あるいはこの重症化率の低さを考えればね、もういい加減その二類相当っていうのをやめればいいんじゃないですかね。そうすると、あらゆることが解決するんじゃないかな。まあ、ね、基本的に今、自宅療養だとか、あるいは宿泊療養も選択できるようになっていると。はい、で、
結局間に入る、ね、保健所などが逼迫するというのが、ねね、病床より前にという話があって、でここがこう詰まっちゃうとどうしようもなくなるみたいなって、これ第1波から言われたことですよね。そうなんですよ。で例えば去年なんかでもね、まあ、私も身近にその感染した人がいたりしたんですけど、はい、まあ、こんなこと言っちゃ悪いんですけど、保健所のその時の機能っていうのはもう果たされてなかったですよ。つまりパンクしてたから。だからね、それ考えるとこの保健所縛りっていうのも、はい、もう意味がないと言われて久しいんですよね。だから通常の感染症と同じ対応にもう戻していく必要があるんじゃないかなというふうに思いますけど。ねえ、これ、お医者さんなんかの中でもそれを提言している人がいるんですけど、はい、たくさんいらっしゃいます ね。それからその病床の件はね、やはりその、まあ普通に医学的に考えて入院させる必要のない人をコロナだからということで入院させてね、お金が出ると、うん、はい、この仕組みこそがね、やっぱり公金の無駄遣いだからやめた方がいいっていうふうにおっしゃっている医療関係者たくさんいますよ。うん、あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう。18日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、先週末と比べて$215.65安い31,072.61で取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 92.37 ポイント下がって 11,360.05 でした。一方円相場ですが、1ドル138円10銭付近で取引されております。朝方は主要企業の決算など好材料に反応した買いが先行したということで、ダウ平均一時$350以上上昇したんですけれども、まあその後金融引き締め景気を冷やすんじゃないかという感想が強く次第に伸び悩んだということで、最終的には下げに転じたという形になったようであります。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。安倍元総理大臣銃撃事件の容疑者、犯行を示唆する手紙を投函か。安倍元総理大臣が街頭演説中に銃撃され暗殺された事件で、無職の山上徹也容疑者が島根県の男性に送ったとみられる襲撃を示唆する手紙について、事件前日に岡山市内で安倍元総理の演説会場付近から投函されたとみられることが分かりました。手紙には、安倍の死がもたらす政治的意味、結果、もはやそれを考える余裕は私にはありませんなどと記されていたということです。岡山で演説の予定であったということで、まあ、そこに行こうとしていたというのはね、はい、すでに報じられていたところでありますけれども、はい、ただ、はい、まあ、いろいろね、理由があって会場に入らなかったというか、うん、入れなかったというか、なんか会場でその氏名住所を求められたということで断念したということですよね。はい、だから、まあ、いわゆる箱でのね、はい、その演説会っていうのはちょっとハードルが高いというふうに判断したんでしょうね。まあこれね、うん、その犯人の人物像みたいなものが、うんうんうん、まあこのところを非常にいろいろな形で報道されております。そうですね、まあこういうね、捜査の経験のある方に聞くと、はい、マスコミに今出てる情報というのは、だいたい捜査関係者が都合のいい情報から出すので、それとその容疑者がですね、はい、逮捕されたすぐからね、その、まあ、自分の動機に関わることをもうバンバン喋るというのはね、これはむしろちょっと怪しいんだよっていうことを言ってる方もいますよね。で、まあ、その中にね、その非常にまあセンセーショナルなのは、この人のその背景に家庭的ないろんな問題があって、はい、でその統一教会、旧統一教会ですかね、うん、まあ、こことの関係っていうのがいろいろ取り沙汰されてるわけですけど、はい、今例えばテレビの情報番組なんかはほとんどその統一教会とは何ぞやっていう方向に行っちゃってるわけですよね。そうですね、はい、で確かにね、この統一教会っていうのはいろんな問題が挙げられていて、もちろんその裁判になっている、でこうしたその、まあ、新興宗教っていうのにまあまあありがちなんだけれども、特にまあここに関しては強引なその信者にからの金集めですね、こういうことが問題にされていて、まあ、それとその政治とのつながりっていうことが、
もっぱら問題にされている、はい、でこれは問題ではあるんですけど、問題ではあるから、これを機にね、やはり私は各会派、特にまあ自民党ですね、与党自民党、うん、それからまあ他の会派の議員の名前も出てきてますけど、はい、これみんなきれいにすべきだと思う、うん、やっぱり霊感商法のようなものとは政治は距離を置くべきですね、うん、普通の宗教団体から推薦もらうというのとはちょっと話が違うと思いますから、はい、これはすっきりさせるべきでしょう。しかしそれとね、うん、この事件の顛末ですよね、はい、これが何だったのかっていうのはまたちょっと別の形で掘り下げなければ本来いけなくて、で、あの現場で何が起きてたかっていうのもちょっと情報が未だに錯綜してますよね。あの病院から発表されたその致命傷になったと言われるそのまあ弾丸の入り方ですね、はい、これについても二通り情報があったりなんかして非常に分かりにくい、うん、でこのあたり、まあ私も今ちょっと取材をしてますけれども、なんかね、納得いくようないかないようなところがあるんですよね、うん、だから本来この殺害事件ですね、まあテロというふうに言ってもいいし暗殺ではあるわけだけども、はい、この顛末っていうのをもうちょっとしっかり報道としていろんな方面から掘り下げていくべきじゃないかなっていうふうに思います、うん、それから、まあ、安倍元総理に関しては、まあ、政治家には誰しも功罪があるけれど、はい、やはりこの外国からのね、特に大きな反応ですよね、うん、これだけの弔意を示されたということ、はい、それから国民もね、一般の方たちが奈良の西大寺の現場だけで10万人献花に訪れてるっていうわけでしょ、はい、これはかなり大変なことだと思うんですよね、うん、ですから国内外からこれだけ愛された支持された政治家、うん、でもちろん一方では強烈にこの人を嫌うという向きもあってね、やっぱりこれだけその大きな影響力のある政治家っていうの死ですね、これもっとちゃんと総括すべきですね、うん、できればですね、まあ、今まだ四十九日も前でね、はい、まだ10日ほどしか経ってないわけだから、安倍さんの功績っていうものももっときちんと知らせる必要はあると思います。これね、その事の顛末の部分に関しても、うん、はい、警察庁を、うん、まあ、国家公安委員長が週末に、ね、はい、現場を視察と、現場視察しましたね。ちょっと遅いと思うけどね。だからこれもね、なぜ背後を誰も見ていなかったんだであるとか、その警備の部分っていうのが、まあ、一部報じられてますけれども、あんまりここが詳しく報じられていない。そうですね。だから前の日に急遽安倍さんがこの奈良に入るってことが決まってね、はい、まあ、そこからバタバタとその警備計画っていうかな、そういうものが立てられたと、はい、で、まあ、これは余分なことかもしれませんけど、奈良県警はその日それどころじゃなかったと、うん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 、自分たちの、ね、不祥事への対応、はい、会見が予定されていたということで、まあ、翌日会見が予定されてるからそれどころじゃなかったんだと言いますけれども、今まで奈良に要人が入ったなんてケースはいくらでもあるわけでね、うん、でこれ政治家だけじゃなくって皇室の関係者、あるいはその皇族ですね、はい、だって奈良には相当いらっしゃってるわけですよね、だからその警備の、まあ、なんていうか土台になるようなものっていうのはあるわけで、それを今回外してるのじゃないかと言われてるわけだから、そこはもうちょっとはっきりさせるべきなのと、それからもう一つはですね、こういう遊説の時って民間警備、はい、警察からのこれは指示によるんですけれども、まあ、何十人用意してくださいっていうのが言われるんですって、でこれ今自民党の中でも取り沙汰されてるんですけどね、はい、他の地域に安倍さんが遊説に行った時は、うん、まあ、それぞれそこの県警、所轄だけじゃなくて県警からですね、これぐらいの人数を出してくださいと、そうすると支持者の中からかき集めるわけですよ、で人の目があるってことは大事ですからね、プロじゃなくても、でそれが今回ちょっと少なかったんじゃないかって言われてるんです。だからそれも含めて警察は一体どういう指示をね、その陣営に対してもしてたんですかと、このあたりがね、全然そのメディアで問題に今されてないですね。これちょっとまあ、私たちももちろん声上げていくんだけれども、はい、やっぱり事件そのものっていうのをもっとちゃんと掘り下げないといけないですよね、安倍総理大臣、元総理大臣が銃撃され暗殺されたという事件が起こりましたけれども、うん、まあ、7月8日から、はい、まあ、10日余りが経ったと、こういうことになるわけでありますが、そのね、警備の部分の話を今してましたけれども、まあ、安倍さんとは有本さんも様々な場面でお会いすることがあったと思います。そうですね、お世話になったっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、取材も何度もインタビューやですね、番組出演とか、そういうこともさせていただきましたし、それ以外の場面でも
いろんな取材をさせていただきました。はい、安倍さん自身もね、なんか冗談めかして語っていらっしゃいましたが、その特に総理引き継ぐ時なんていうのは、行きは SP に囲まれていくんだけれども、帰りはっていうと一人つくだけなんだよ。そうなんですよね。確かにね、私も、まあ、身軽になってこれはいい面もあるんだろうなって、やっぱり SP に囲まれてる生活って本当に大変だってことをね、他の方から聞いたことがあるので、はい、まあ、それはそうなんでしょうけれども、ただちょっと感じていたのはですね、総理を辞めになってから、はい、例えば、ここでも関係するところで言うと、夕刊フジでね、今年の4月にイベントシンポジウムがあって一緒に登壇させていただいた、はい、あの時にね、やっぱり私の友人がね、アメリカ人の友人が来て本当に驚いてましたよ、警備が薄いので、これはね、別に夕刊フジが責めるわけじゃないんですけど、はい、安倍晋三ほどの人物が登壇するのに、この警備でいいの？で、日本の場合ね、銃社会じゃないから、はい、まあ、あんまりそこみんなピリピリしてないんだけれども、はい、申し込んでる人のその属性が分かってるっていうこともあって、荷物検査もほぼないわけですよね、あの種のイベントで、はい、それはちょっと諸外国では考えられないことだから、これ大丈夫なのって随分言ってたんですよね。で、まあ、米軍の関係者などもですね、はい、まあ、ちょっとこのセキュリティはね、今後、つまり少なくとも元総理とかいう人、まあ、もちろんそれも人によるんでしょうけれども、やっぱり日本側は全面的に見直すべきじゃないかと、いうことは言ってますよね。それから遊説というね、まあ、一つの日本的習慣、はい、選挙活動の、これも、まあ、7時前にですね、いろいろ問題があったということを私言いましたけど、あれあんなにやらないわけじゃないですか、外国では。そうですね。ヨーロッパなんかでも、はい、あのような街頭演説っていうのをたくさんやる、しかもその総理経験者もね、みんなやるってことはないわけなんで、まあ、そのあたりも含めていろいろ反省点があるんじゃないかってことをおっしゃってますよね。アメリカで現職だったりとか元職の大統領が来るとなったら、もうそれは警備の数が全く違いますよね。ねえ、で、スタジアムみたいなところにたくさん人を集めるけど、はい、そういう入り口には手荷物検査当然あって、当然あって、で、まあ、飯田さんもご存知だと思いますけれども、例えば議員会館ね、はいはい、結局総理お辞めになると一議員に変えられるから、議員会館の中の、はい、まあ、セキュリティ、で SP が一人いて、はい、お部屋に入ると SP がいるっていうことですよ、だけどそこで特に何があるわけじゃなくて、通常の議員に対する議員のお部屋に行くののセキュリティとほとんど変わらないわけですね、あれは私も多少違和感はありましたね。確かにね、そこでじゃあ行ってね、厳重なチェックがとかボディチェックがっていうまあそれない方が我々としてはいいんですよ、面倒になるから、だけどやっぱりどうなのかなこれはというのは時々感じたりはしましたよね。まあ、その辺、そのね、選挙のあり方等々も含めてというところですね。その反省はあるでしょうね。ただもう一つはその自民党というか今の政権も含めてですね、はい、やはり安倍さんのこの功績ですね、これをどういうふうに受け継いでいくのかっていうのはとても大事だし、それから先ほど申しましたように、西大寺の現場だけでも10万人の国民が献花に訪れる、はい、そして世界中から弔意が示されていて、まあ、これは国葬っていうか国葬儀をやるということになりましたけどね、秋にもという話ですね、はい、で、まあ、一方ではメディアによってはですね、まあ、例えばその今朝日新聞のね、川柳なんか取り沙汰されてますけれども、まあ、このまだ亡くなって間もない時にね、はい、その惨殺された元首相の死を完全に愚弄するような報道というのも、まあ、私はね、表現の自由は最大限あっていいと思うけれども、はい、まあクオリティペーパーがね、それはないでしょっていうふうには思ったりするんです。まあ、なんか前提としての節度みたいなところが問われるんですかね。そうそうそう。だからやはりね、この、まあ、外国からのこれだけの評価っていうことも踏まえれば、はい、つまり安倍晋三が残したものは何だったのかっていうことをもっときちっとこう噛み砕いてね、いろんな人に伝えていくべきで、でその良かったレガシーですね、はい、これはやっぱりきちんと引き継いで発展させていくっていう必要があると思いますよ。まあ、東アジアだけじゃなくて世界全体でと、そうですね、まあ、価値観を元にする外交っていうのをやりましたもんね、今これだけね世界情勢が不穏になっている、はい、あるいは日本国内で言うとね、例えばその、まあ、安倍さんの功績っていくつもあるけれど、集団的自衛権ですね、はい、これの行使を、まあ、一部容認するというのを認めた、はい、これはもう90年代だったらね、このことに言及しただけで閣僚の首が飛ぶほどのことだったんですね。
まあ、そういうあのところも含めてね、もう一度きちんと振り返る必要があるなと思います。うん、おはようニュースネットワーク。では取り上げるニュースはこちらです。ヨーロッパ中央銀行11年ぶり利上げか。ECB ヨーロッパ中央銀行は今月21日に理事会を開き、11年ぶりに利上げに踏み切る見通しです。ユーロ圏19カ国の6月の消費者物価指数は前の年の同じ月から 8.6% 上昇、 2% と定める ECB の目標を大きく上回り、過去最高を更新しました。ECB は物価高対策として、物価高騰対策として6月の理事会で主要政策金利を、7月に 0.25% 引き上げ、9月にも追加利上げをする工程表を示しておりました。まあ、世界的にこの物価高ということが言われております。そうですね。まあ、この利上げ傾向確かに強まっているけれど、うん、日本は多分まだそういう状況じゃないですよね。まあ日本ね、今総合の数字で 2% 台という、まあ、それもちょっとギリギリっていう感じですよね。だから利上げするっていう局面ではないと思いますけどね。まあ、そのあたりですね、今日は足元の経済これからというところについて、第一生命経済研究所副主任エコノミストの大柴千里さんに解説していただきます。電話がつながっています。大柴さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはです、簡単にですが大柴さんのプロフィールをご紹介いたします。2014年に慶応義塾大学総合政策学部をご卒業、2016年、一橋大学大学院、経済学研究科修士課程を修了されています。ご担当は日本経済の短期予測ということでありますが、まあ、あの物価について、そして、まあ、為替についてもね、いろいろ言われておりますが、足元円相場1ドル138円10銭付近での取引となっています。まあ、このあたりまずは大柴さん、どうご覧になってますか？そうですね、まあ、足元はやはり円安基調での進行が続いていますけれども、まあ、この大きな要因となっているのが、まあ、日本と世界各国との金融政策方針の違いになります。はい。で、まあ、特にあのアメリカなんですけれども、まあ、アメリカでは自国のインフレ抑制のために、まあ、利上げが急ピッチで進められている一方でですね、はい、まあ、日本ではその国内の、まあ、コストプッシュによる物価上昇で、まあ、景気の回復が遅れていて、まあ、金融引き締めを行える経済状況ではないためですね、まあ、今後も、まあ、日米間での、まあ、金利差が拡大するという見方が強くてですね、まあ、そうした見方から、まあ、円が売られやすくなっていて円安になっているというような、まあ、状況です。まあ、ただ、まあ、その直近だけを見てみると、はい、その投機的な要因も大きくなっていると考えられます。まあ、あの米国の長期金利が下がっていても、まあ、円安基調が継続している局面なんかもありますので、はい、まあ、金利差だけでは説明できなくなってきていて、まあ、不透明度合いが増しているのが足元の円安相場なのかなと思います。これ一頃そのドルのどっぽ高というのが言われていて、他の通貨に対してもドルは高くなっているという話がありますけど、これヨーロッパの方で利上げがってことになると、その辺局面変わってきますか？まあ、そうですね、まあ今週はその欧州の ECB 理事会で、来週はアメリカの FOMC と、まあ、世界各国の金融政策の舵取り、まあ、非常にあの注目されてくるところにはなるんですけれども、まあ、欧州でも確かにあの高いインフレ進んでいて、まあ、冒頭のニュースにもあった通り、あのそのインフレに対応するために、まあ、ECB、あの今週の ECB 理事会後から利上げ開始を表明していまして、まあ、欧州でも金融引き締めが加速する見込みと、まあ、ただですね、その EU、はい、まあ、様々な国が参加していますので、はい、まあ、経済状況も様々というところで、まあ、あの特にその財政基盤が弱いような、まあ、南欧 の、 あの国々を考慮してですね、はい、まあ、アメリカほど、まあ、急激な利上げはできないんじゃないかというあの観測があの高まっています。で、まあ、そうですね、まあ、一方でですね、そのアメリカの方に関しましては、はい、
まあ、先週公表されたまあ、アメリカの消費者物価指数が、まあ、前年比でプラス 9% 超えと、まあ、さらに上振れたといったところもあって、はい、まあ、来週行われる FOMC では、まあ、さらに利上げ幅を拡大して、まあ、1% の利上げが実施されるのではないかという見方も一部浮上していますので、まあ、そのアメリカの、まあ、ドル高圧力というのは、まあ、今後も非常に高まっていくのかなという高いのかなというふうに見ています。それの日本への影響というのはどういったことが考えられますか？あ、そうですね、まあまあ、アメリカ、まあ、そのまあ、インフレ抑制が市場命題となっていますので、はい、まあ、しばらくはその急速な金融引き締めが続きそうなんですけれども、まあ、もともこういう急激な利上げっていうのは、まあ、需要を抑制して景気を冷やす効果っていうのがありますので、はい、まあ、アメリカ経済が今後景気後退に陥るんじゃないかっていう懸念も強まってきています。で、まあ、すでにその住宅ローン金利が急上昇したことで、まあ、住宅部門では悪影響が出始めていたりとかですね、まあ、アメリカ国内の経済動向っていうのは非常に注目されてくるところなんですけれども、まあ、それでまあ日本経済への影響となるとですね、はい、アメリカ経済は当然世界経済全体にまあ大きな影響力を持っていますので、まあ、アメリカでの景気減速っていうのがまあ日本にも悪影響が及んでくると考えられます。で、まあ、特に懸念されるのがまあ輸出面になるんですけれども、はい、まあ、日本はこれまでの経済回復、輸出が牽引してきたところもあるので、まあ、日本にとっては大きな痛手になるのかなと見られます。はい、で、またその輸入面についてもですね、はい、まあ、アメリカの利上げが継続して、まあ、円安が一層進むようであれば、まあ、輸入コストの押し上げとなりやすいですので、はい、まあ、そういったところも懸念されます。日本からの海外への支払いが大きくなるところで、まあ、日本から海外のその所得流出の面っていうのも非常に懸念されてくるところと見ています。で、まあね、そうすると、まあ、輸入してくるもの、まあ、特にエネルギーなどが、まあ、どんどん価格が上がっちゃうぞというようなことにもなると思いますが、うん、そんな中で岸田政権として、打ち出すべき経済対策、どういったものが考えられますか？そうですね。まあ、その資源高の影響で、まあ、コストの増加、まあ、輸入コストの増加っていうのが深刻になっていて、まあ、企業にとってコスト増加が深刻な問題になっていますので、まあ、これが今後ですね、商品価格に転嫁する動きが継続することで、まあ、目の周りの物価上昇っていうのは、しばらく日本でも続きそうな見通しです。で、まあ、こちらへの対応っていうのは、まあ、引き続き、まあ、重要になってくると思うんですけれども、まあ、さらに、まあ、今足元で打ち出されているような補助金といったですね、まあ、短期的な政策、まあ、当然必要ではあるんですけれども、そこに加えて、まあ、長期的な視点を持っての経済政策も重要になってくるかなと思います。で、まあ、その今の物価上昇、ほとんどはその輸入品の価格上昇によってもたらされているものですので、はい、まあ、日本はそのエネルギーだったり原材料の多くを輸入に依存していますので、まあ、世界経済の影響で、まあ、価格が変動しやすくて、まあ、自国経済への影響も大きくなる、まあ、こうした分野の輸入依存度を下げるための、まあ、エネルギー政策の見直しだったり、はい、あとはまあ食料自給力の底上げといったですね、まあ、自国のその供給網の構造を見直すことっていうのも今後必要になってくると見ています。なるほど。大島さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。第一生命経済研究所副主任エコノミスト大島千里さんに伺いましたが、まあ、日本の経済全体の構造の話にも行きましたね。まあ、円安はね、まだまだちょっと、私はもうちょっと進むと思っていて、まあ、もうちょっとしょうがないかなという感じですよね。うん、で、飯田さんがちょうどお聞きになっていたように、まあ、日本の場合は、その、物価がね、上昇してるって言ったって、はい、全体としてはまだ大したことはなくて、うん、輸入で入ってきているもの、あるいはエネルギーですね、こういうものによって、うん、まあ、コストプッシュのような形で価格が上がってる。これを見直すためには、今ちょうどね、お話に出てたように、やっぱり長期的な、その日本の国内での供給も、これの見直しと、うん、それからやっぱりエネルギー政策ですよね。はい、そうすることによって、まあ、製造のね、まあ、外に追っていた部分も、国内に戻せるわけですから、まあ、その点においてはその岸田総理がですね、はい、エネルギー政策を、うんうん、ちょっと転換させるかのような今アナウンス始めてますね、はい、これはまあ割合いい方向ではあると思いますけど。なるほど、うん。
続いて教えてニュースキーワードです。2年8ヶ月ぶり日韓外相会談。林芳正外務大臣は昨日、韓国のパク・チン外相と日本での開催は2年8ヶ月ぶりとなる日韓外相会談を行いました。両外相はいわゆる徴用工訴訟問題について議論し、早期解決を図ることで一致。パク・チン外相は現金化が行われる前に望ましい解決策が出るよう努力すると述べました。その他、まあ、日韓の軍事情報包括保護協定 GSOMIA であるとか、うん、あるいはレーダー照射問題ともね、うんうん、ありますし、まあ、その辺どうするんだという話もあったようですが、まあ、これいわゆる徴用工訴訟問題って今ね、はい、おっしゃったと思うんですけれども、うん、これもともともう問題ないんですけどね、うん、勝手に韓国側が問題を作り出してるだけということなんですね。その、はい、なんていうか認識っていうのを私たちはこう忘れないようにしないといけないと思うんです。あたかも問題があってね、大変な問題があって、はい、そして日韓の外相が話し合いをして、これからなんとか解決策をっていうふうなニュースばっかりが流れるとね、その前段のとこみんな忘れちゃって、うんうん、問題があるんだという前提に立ちそうになるんですけど、問題はそもそもないですからっていうことなんですよね、はい、でむしろ問題に日本と韓国の間にある問題とすれば、はい、今おっしゃったようなこの GSOMIA ですね、日韓軍事情報包括保護協定、まあ、これの問題とか、あるいはそのレーダー照射をしてきた敵対行為ですね、うん、まあ、こういう国と今その情勢、非常に不穏な中でね、はい、組んで安全保障を考えられるのかどうかっていうことなんですよね、うん、まあ、そちらの方がむしろ大変な問題だと。で、さっき冒頭ね、まあ、安倍元総理が暗殺された事件に絡んで、はい、飯田さんが、まあ、安倍さんとは随分関係ありましたよねと私にお尋ねになったんですけど、うん、ちょうどね、このジーソミア問題だった時に、はい、安倍さんがですね、うん、確か歴代最長政権という、その、まあ、記念の日って言うとおかしいですけどね、そういうのを迎えてね、はい、でそこで、夜お目にかかったことあるんですよね。その時にね、まあ、私たち会合の後こう外に出たらバーッとやっぱメディアに囲まれて、はい、ジーソミアのこと総理は何ておっしゃってましたかって。いや、そんな話全然してないんですけど、そんなそのなんていうかな、今の直近の話なんか全くしてなかったんだけどね、はい、で、ああそういうこともあったな安倍政権の時にって今ちょうど思い出してたんです。だけどこれもね、結局そのまま宙に浮いちゃってるじゃないですか。これは大変な問題ですよね、むしろね。まあ、これね、前のそのムンジェイン政権が、はい、まあ、一方的にという形、うん、そうですね。まあ、破棄というか、なんというか、うん。だからむしろね、日韓の本来今横たわってる問題は、外務大臣というよりも、安全保障、はい、総理とね、それから向こうの新しい大統領、はい、それから、防衛大臣ですね、日本でいうと向こうの国防大臣ですね、はい、ここで話し合わなきゃいけない問題が山積みなわけで、この本来ありもしない徴用工問題なんていうのは、まあ、訴状に載せるべきことでもないんですね。ただなんかすごく嫌な予感がするんだけれども、はい、嫌な予感が嫌な予感が、まあ、そもそもが1965年の日韓請求権協定、はい、もう全部終わってる話ですからね。で、はい、あとはもう韓国国内の、はい、そう問題話だと、なんか国内で韓国政府が、うん、きちっとここに賠償するなりと、はい、そうなんですよ。でね、ムン・ジェイン前大統領がね、はい、確か秘書長かなんかおやりになっていた、前の前の政権か、前の前の前の政権か、はい、ムン・ジェイン氏の前の前の前というと、はい、亡くなった方ですよね、うんうん、ちょっと今名前が急に出てこない、はい、で、はい、そのね、2004、5年の時にもうすでにですね、この慰安婦問題はともかく、うん、この徴用工と向こうが言ってる問題は解決済みだと、うん、青瓦台も認めてるんですよね、うん、はい、なのにそのまた持ち出してきたと、うんうんうん、そうなんですよ、こういうことの繰り返しですからね、はい、うん、うん、そうなんですよ、うん、だからね、これをね、いちいちあんまり取り合っているとね、はい、本当に逆に、なんていうかな、日韓関係おかしくなる一方だし、うんうんうん、ノムヒョン大統領ですかね。あ、そうです、失礼しました、はい、そうそう、ノムヒョンさんの時にね、むしろ側近だったわけでしょ、ムンジェインさんは。そうですね、はい、その時にノムヒョンさんですら、うん、
この、まあ、徴用工と称される問題についてはもうさすがに解決済みだよねというふうに認めざるを得なかった問題なんですよね、はい、これがなんで今出てきてるのと、ね、で、まあ、これ司法の場で解決済みで、うん、しかも、はい、あの両国間でこういう条約協定もあるんだからということで、うん、はい、まあ、棄却すべき筋のものが、最高裁の判事まで変えて文在寅政権時代に それで司法が、ね、おかしな判断を出しちゃった、はい、で今の現在のですよ、現在の法に照らして考えると、これはそのさらに請求する権利があるみたいなことを言い出したりね、はい、してるわけですよね、だからそんな話に付き合ってられないわけじゃないですか。だから林さんはね、あんまりこんなものまともにその付き合って話をしちゃいけないんですよ本来。2年8ヶ月ぶり日韓外相会談、今日のキーワードでありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。元アメリカ国防長官台湾を訪問。台湾の外交部は18日、アメリカトランプ政権下の2019年から20年に国防長官を務めたマーク・エスパー氏が率いる訪問団が台湾入りしたと発表しました。訪問団は21日まで滞在する予定で、今日19日に蔡英文総統との会談を予定しています。アメリカのシンクタンクアトランティックカウンシルの代表団、はい、まあそのエスパー氏は団長として台湾訪問ということですが、はい、まあ大物が来るという感じ。そうですね、ここのところ、はい、台湾には、まあ、いろんな、ね、理由で、元職、はい、あるいはまあ現職も含めて大物がどんどん入ってますよね、アメリカからは、はい、で日本はね、まあ、こうしたその元職の人の活用っていうんですかね、うん、これあんまり上手じゃないと思うんですよ。で、まあ、安倍元総理が生前はですね、はい、マレーシアに特使として、ね、いらっしゃったりしてましたけれども、ね、まあ、これからコロナが明けてね、はい、おそらく、まあ、もちろんその岸田総理と安倍元総理との関係っていうのもいろいろ取り沙汰はされていたけど、はい、でも日本の国益を考えるならば安倍さんが、まあ、ある程度フリーな立場 で、うん、で非常に国際的にも影響力があるということでいろんなところを飛び回られるんではないかっていうふうに言っていた、まあ、こういうことがこうどんどんできていくといいし、で台湾もね、うん、近々訪問されるという感じだったわけですけれども、あ、まあ、それ叶わなくなってしまいましたね、はい、で、まあ、今度そのじゃ今ですね、このエスパーさんがいらっしゃる、はい、でこのエスパーさんは2019年から2020年までに、までトランプ政権下でその国防長官をされていた、うん、この時に、ね、思い出さなきゃいけないのは、はい、アジアに中距離ミサイルを配備するっていうことをこの人の時に確か最初にアナウンスしたんですよね。なるほど、で、まあ、この方はもちろんご自身が軍の出身だし、はい、やっぱりアジアの安全保障を特にその中国を取り巻く情勢ですね、はい、これを相当シビアに考えておられた。ただ一方ではさっきの、まあ、いわゆる徴用工問題の話題でも出ましたようにね、韓国がこの、まあ、中国をどうね、周辺のアジアの国々で、抑え込んでいくかという話の時に、うん、ブレーキになっちゃうんですよね。そこが一つ、まあ、抜け穴的になってしまう、なってしまっていた、はい、まあ、この時の国防長官で最近エスパーさんはですね、なんだっけ、回顧録みたいなものを出版して、トランプ政権でのいろいろ内幕を暴露したりなんかして、それでも話題になっている人ではありますけれども、ただまあこの方がその民間のシンクタンクとはいうものの、安全保障に影響を、アメリカの安全保障政策にも影響を与えうる立場として台湾に入ったっていうのは非常に大きい、じゃあ日本は台湾とどういう関係をこれから築いていくんですかといった場合にですね、全く真逆のちょっと方向のことが今出てきてるわけですよね。まあ、そのね、安倍元総理の、はい、まあ、ご葬儀に際して、うん、台湾のもうこれナンバー2ですよ ね、はい、ね、来世徳さんですね、副総統、副総統でナンバー2なんですけど、おそらくね、はい、中国が最も嫌いな政治家だと思いますよ。おお、そうなんですね。蔡英文さん以上にですね、蔡英文さん以上に、はい、台湾独立派の本当に優ですね。なるほど。もともと台南だったかな、あの市長をやられてた時も、もう非常にそのあたりの政治的なカラーが鮮明でね、はい、で結構人気もありますから、まあ、今後もいろいろ期待される人ですよ。でただライさんは、まあ、個人的にね、はい、特にそのこの前のご葬儀っていうのは、お通夜ご葬儀っていうのは、はい、安倍家がやったものですから、家族葬という形で安倍家のご葬儀に、ただ世界中からいろんな人が押し寄せちゃったと、
イエレン財務長官とかね、そういう方もいらっしゃってましたし、だから、はい、そういう人を押し寄せちゃっただけで、あれは別に公的な行事っていうわけでもないわけですよ、はい、そこにねお付き合いのあったあの台湾の副総統がお見えになったことに、そもそも中国が文句言うのもおかしな話なんですね、うん、個人と個人の関係、そうお黙りなさいって言えば済む話なんだけど、なんか日本の外務省っていうのはもう習い省になってるから、中国の方を向くのがね、でここに来てその報道官もそれから林外務大臣もその頼清徳総統のことをメディアから問われて、はい、まあそのご指摘の人物はみたいな言い方をする、せめてね、例えばその方はとかね、頼清徳氏はとかって言えばまだしも、名前は別に出しても問題ないんじゃないかと思うんですが、ご指摘の人物ってね、下手するとなんか犯罪容疑者みたいな言い方ですからね、こんなその対応を日本がしてるというのもずれてますよね。まあね、一応ビザは出したというところではあるがと。まあだからそれは岸田政権のご判断だと思うんですよ。かつてはビザも出さなかったみたいな、ね。まあね、これだけのポストの方になるとね。だけど今回はそのお悔やみに来るっていうことだから、断る理由もなかったっていうだけの話だと思うんですよ。なるほど。だけどその後の対応があんまりにもひどいのとね。はい、それからコロナの前まで、まあ私も毎年台湾に行ってましたけど、やっぱり台湾のね、特に蔡英文総統に近い民進党サイドの人たちが言ってたのは、日本はその議員の交流があるじゃないですか、はい、まあ、日韓の人たちとかいろいろ向こうに行くと、でもね民進党与党の人たちと政策的な議論というのをほとんどしたことがない、うん、そうなんですか、ものすごく儀礼的で、はい、って言って不満持ってますよ。あ、そうなんですね、うん、そうなんです、なんか言ってるからそれこそ政権与党同士でっていうのは、全然ないんですね、ないんです、だからそれはものすごく台湾側は不満に思ってます。それじゃあどこ行くんですか、それで。だからね、例えば総統府に行って総統府、はい、総統と例えばその記念撮影するとか、そういう感じ。あとはね、はい、やっぱり日華婚っていうだけあって、日本と中華民国でしょ、時代からのその、まあ、はい、かつてからの議員交流をする議連みたいなことになってるから、国民党の方に行っちゃったりするわけですよ。なるほど、ね、そういうのもあって、はい、なんか実質的な話が全然できないんですよっていうことを、ずいぶん民進党側の人たちは不満に思っていました。だから、まあ、そういうところも含めてね、はい、まあ、何度もそんなこと言ってもしょうがないけど、うん、まあ、安倍さんが、うん、生きていらっしゃればね、これからまた台湾との関係にも、もっと自由な、ね、道が開かれただろうというふうに思うんですけれども、むしろこれはね、私はその中堅ぐらいのね、はい、ある程度経験を積まれた台湾派の日本の議員の皆さんに頑張っていただきたいですね。向こうに行って、やはりその今政策をね、はい、本当に作り上げてる、積み上げてる、まあ、蔡さんの側の与党ですね、この中枢の人たち、あるいは、向こうの、議員ですね、の中心的な人たちと、もっとガンガンいろいろディスカッションしてほしいですね。まあ、安全保障の話もそうだし、ね、あと、まあ、エネルギーの問題、それから、まあ、台湾ようやくね、日本のその福島の産品なんかを、はい、輸入をするようになりますけれども、まあ、一方日本ではね、台湾のパイナップルをずいぶん去年買ったりとかね、そうですね、やっぱりいろいろ助け合える面ってあるわけですよ、だから、まあ、中国はいろいろギャーギャー言ってくるでしょうけれども、そこはやはりね、お互いの国益を考えて、良き関係をどんどん発展させていくという必要がありますよね。